おはようゴンザレス、パラレルです。さあ今日は BBM 東京ヤクルトスワローズ2009の、バインダーフルコンプを紹介したいと思います。では早速いきましょう。はい、吉野家が光ってますね。これが通常のキラですね。1パックに1枚入ってキラですね。で、この、はい、キラキラしてるのが、100枚限定になりますね。全27種類、7選手にキラパラレルがあるんですが、それをフルコンプしています。はい、石川投手ですね。はい、どんどんいきましょう。立山ですね。はい、はい、高井雄平のピッチャーの時の、で、1番に木田投手。で、この年のドラ1の赤川投手ですね。はい、ルーキーと書いてあります。こちらですね。はい、五十嵐投手も長い選手ですね。ソフトバンクで頑張ってます。そして背番号61の石井宏投手ですね。はい、で、押本投手にもキラキラがあります。はい、相川ですね。キャッチャー相川。副官もキラがあったんですね。はい、若かりし頃の中村悠平ですね。ここはすごいっすよ。キラが9つ中7枚。はい、キラキラ。はい、ガイエルもいますね。竹内、飯原、青木選手ですね。戻ってきてくれて本当嬉しいっす。はい、で、つば九郎に、つばみちゃんに、円太郎ですね。こういったデザインのカードもありました。で、お立ち台。これパズルになってるんですよね。川島、ダブル川島ということで。はい。で、これなんですけど、パズルカードになっております。で、このパズルカードなんですが、金が入ってるのが150枚限定ですよね、確か。はい、150枚限定です。で、こちらが通常のバージョンですね。普通のカードとして登場します。まずは吉典のフォームですね。で、川島寮のフォーム。で、青木のバッティングフォームですね。ただこれめくってみるとですね、はい、パズルができてないんですね。これちょっとミスってますね、BBM さんはね。はい、じゃあそろそろインサート。シャイニングスターですね。何年かありましたね、シャイニングスターがインサートになってるっていうのはね。で、このブルーが150枚限定で、このホロが50枚限定になってると思います。見てみましょう。はい、確かにホロは50枚ですね。で、ブルーが150枚ですね。はい、そうです、そうです。はい、で、青木選手ももちろんパラレルがありますね。はい、それではサインいきましょう。結構いいのが当たってました。2009年は、木田投手ですね。はい、日高ですね。川本捕手に鬼怒川捕手もいました。で、川端のこの筆記体のサインがいいですね。今はもう書きませんからね、この筆記
たいわ。で、ソフトバンクからやってきた、吉本ですね。吉本亮。で、野口選手。足が速い。で、志田選手も足が速い。で、福地はもっと足が速くて、盗塁王もヤクルトで、はい、やっておりますね。サインですよ。はい、水野さん。五十嵐亮太。田中裕康。川島亮、飯原、こちらバレット、新外国人でしたね、この年で、ガイエル。で、ジャージが福地と、はい、吉野でした。はい、以上で、僕のバインダー2009年のヤクルト、フルコンプをご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。